す、えー、と今日はあの座ったままでの質問ということで、ご配慮いただきましたことに感謝を申し上げます。それと、昨日です、ねえー、吉川農水大臣に対して、日本共産党国会議員団として、酪農畜産の対策について、まあ、10項目申し入れをさせていただき、その際に時間を取ってあの対応していただいたことに感謝を申し上げたいと思います。その上ででなんですけれども 今日の委員会での議論を踏まえて、これ、政策審議会で価格が決まっていくわけなんですけれども、今年のこの畜産価格について言えば、TPP11 の発行ですね、そして日曜 EPA と、それから肉用講師生産者補給金の新たな保証基準価格、加工原料乳生産者補給金の暫定措置が廃止されているわけですけれども、そのことと、 踏まえてそのことと加えてです、ね、台風被害や、あるいはあの豪雨災害や地震、えー、とりわけ北海道はブラックアウトっていうです、ね、全域停電ということの被害もあったわけでありまして、さまざまなそういったあの環境の変化ですとか、困難な状況の中での価格決定ということになりますので、あの畜産関係者は国民の願いに本当に応えていくということが非常に重要だというふうに思います。 それでまずです、ね、この肉用子子生産者補給金制度についてなんですけれども、現行制度では、91年の牛肉輸入自由化前、7年間の販売価格などに基づいて、保証基準価格を算定しています。それで TPP の国内対策の一環として、米国を除く11か国による新協定が発行するのが12月30日と。 この新制度に移行するということなんですけれども、今までとどう違うのかということを端的にお答えいただきたいと思います枝本生産局長。お答え申し上げますあの、関連政策対抗におきまして、その TPP または日 EPA の協定発行に合わせて、えー、保証基準価格、現在の経営の事実上に即したものに見直すと。 いうふうに書いてございますけど具体的に申し上げますと、まあ、あの12月30日の t p p レブの発行の日に合わせまして、まあ、新たな保証基準価格を設定するわけでございますが、その際に現在、肉用子牛の生産者補給金制度、いわゆるあの10分の10の1回と、といわゆる1回事業と言われている部分と、あの肉用牛繁殖系支援事業、補填率4分の3の2回事業と。 言われている部分を統合いたしまして、肉用をし、生産者補給金制度に一本化する、まあ、すなわち補填率をすべて10分の10にするというための保証金受価格を決めまして、それが基準改定という形で12月30日から適用されると、そういうことをやろうとしていることでございます、はい、上智子君。あの3日にですね開かれた政策審議会の畜産部会で、どの規模層の生産費を 取り上げるかが重要という意見ですとか、繁殖経営は構造的に中小規模が多い、えー、などですね、まあ、小規模経営の生産費を考慮した保証基準価格の設定を求める声が相次いだというふうに聞いています。で新たな保証基準価格は、生産者が再生産を確保できるようにすべきだというふうに思うんですけども、いかかがでしょうか枝本生産局長。 お答え申し上げますあの保証基準価格につきましては、あの肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく、えー、制度でございますけれども、肉用子牛の生産条件や受給事情等を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として定めるというふうになってございますので、えー、当然、再生産を確保するということが一つの目的でございます。まあ、その見直しにあたってはあの、農林水産省内に、えー、専門家で設置されました検討会。 でいろいろ議論をいたしまして先ほど先生からお聞して決まった現行の輸入自由化前の7年間をの農家販売価格に変えて 過去7年間の生産費を基礎とすることが適当である、またあの小規模な肉用子牛系の実情を踏まえながら、踏まえつつ、落日金で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当である、党、まあの取りまとめが行われ、3日の審議会にも報告をいたしました。まあ、今後、審議会、畜産部会の意見も踏まえながら、子牛の再生産を確保する観点から、新たな補証金の価格を適切に設定してまいりたいと存じます。 上智子君あの新たな保証基準価格の算定にあたって、生産の合理化促進への配慮を求めているわけですけれども、あの楽日勤で,です、ね、示している方向で行うというふうに言ってるわけです、それで規模拡大が要件になっているわけですけれども、この現状の15頭前後を、楽日勤でいう30頭まで増やせばどうなるのかなというふうに思うんですね。それで労働時間ががそれによって負担が どうなるかとか、えー、設備投資もです、ね、増えていくと、つまり労働強化になるんではないのかと思うわけです。で規模拡大しないと再生産が保障されない仕組みになれば、これ、生産者のむしろ生産意欲っていうのは、逆にこの揃われるということになるんじゃないかと思いますけれども、これは大臣、いかかがでしょうか枝本生産局長。 先にあのもう1回ご説明いたします。あの法律上でもですね。あの楽日金まあ、合理化の方向にしていくということがはまっておりまして、まあ、それはあの楽日金の目標である。今、あの目標30等でございますけど、そこにするかどうかというのは、まさに審議会等の意見を聞いて、これからいろいろなご議論いただきまあ、適切に決めていくということでございます。それで、今回あの審議会もそうですし、検討会もそうでございます。けど、えー、その法律上の？ 合理化を進めていくことに合わせまして、小規模な経営にも配慮をしつつということをまああの検討会、またあの審議会でもそういうご意見が出ているということでございますので、そういうことを踏まえて、これから適切に決定してまいるということでございます上智子君。あのまあ、30度まで、ね、増やす方向、出てるんだけれども、機械的にそれでやるということではないということで、よろしいんでしょうか枝本局長あ。おっしゃるとおりでございます。 JA 全中もです、ね、この保証基準価格について、生産コストなどを踏まえて、やっぱり安心して経営発展に取り組める水準にするように要望されていると思うんですね。特に中小規模のこの生産者が再生産できるっていうところが鍵なんだというふうに思うんですね。あの先ほど、えー、と藤木議員からもです、ね、そういう意味では小規模なんかも重視するっていう話もされていたと思うので、ぜひあのそのことをです、ね、踏まえていただきたいと思います。 次にに入生産者補給金金の単価とと収入調整金についいいてもお聞きしたいと思いますで条件不利地も含めて、収入経費に当たる収送入調整金は、まあ、輸送量が高騰しているということで、全国の収送入のコストの実態を踏まえて、旧指定生産者団体が果たしている機能に見合うようにです,、ね、するべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 枝本生産局長お答え申し上げますあの収送入調整金でございますけどあの畜産系安定法におきまして指定事業者が収送入に通常要する経費の額から効率的に収送入が行われる場合の経費額を控除して得た額を基礎として定めるというふうにされてございます、まあ、単価の算定に当たりましては、まあ、当該規定に基づきまして指定事業者があまねく収送入を行えるように輸送経費や燃油価格等 収乳に要するコストの直近の動向も踏まえて、食料農業・農村政策審議会の意見を聞いて、適切に決定してまいりたいと存じます、はい、上智子君。まあ、あの輸送も含めてしっかり算定していくということだと思います。それであの、やっぱり加工原料乳の生産者補給金の暫定措置法がですね、今年4月から廃止をされたわけです。北海道では生乳の9割以上が、北連を通じて、この乳業メーカーに販売されています。 それから生乳の8割がバターやチーズなどの加工品向けで来てるわけですけれども、補給金が酪農経営に重要な役割を果たしてきたというんですね。で、酪農家の所得を増やすといって廃止したわけで、その後どうなってるのかということは、ちゃんとつかむ必要があるんだと思うんですよ。で、所得を増やすっていうふうに言ってるわけですから、この補給金が生産者にとってですね、 再生産可能な水準になるというのが一番重要だと思うんですけれども、その辺はどうでしょう枝本局長。あの4月にいろいろとご指導いただきまして、法律が施行されまして、今年度からあの補給金と収算調整金という2つになりました。まままたあの補給金金ににつつききししてても収調整 その法律の規定に基づいて、それこそあの審議会の意見を聞いて適切に決定してまいりたいというふうに考えてございます上智子君。竹、はい、楽クラスター事業などについてなんですけれども、規模拡大を前提とするけれども、農家からも使い勝手が悪いと、規模拡大だけでなく、小規模な家族経営を維持するための対策を打ってほしいという要望が出されてきました。 で規模拡大を前提とするということではなくてです、ね、実情を踏まえた支援とすべきではないかというふうに、まあ、これ、前から言ってますけども、思いますで北海道別海町の30代のご夫婦で、春に畜産クラスター事業を活用して、まあ、牛舎や設備を新設して、まあ、規模拡大をしたと、できっかけはです、ね、老朽化でね、要するにおじいちゃんの時代から50年近く,つく使ったこの牛舎がです、ね、限界を迎えたと。 で深刻な人手不足で夫婦2人で管理できるようにフリーストール牛舎を建てたとそして搾乳ロボットを導入したとで投資額は相当これね膨大になったわけですで軌道に乗るまで、まあ、不安は尽きないっていう中であの離農するかそれとも負債をね抱えて投資するかということでの選択を迫られて非常にこう悩むという農家が多いわけで。 それに加えて、今回、ブラックアウトということで、それを引き金になって、ですね離農を決断するという人も出ているわけです。で家族経営でやっていけるように、支援すべきことが大事だとう思うんですけれども、これについてはちょっと大臣、答えていただきたいと思います吉川大臣あの。畜産クラスター事業におきましては、ですねこの施設整備に関しましては、まあ、地域の平均使用規模以上の経営体であれば、 規模拡大せずともです、ね、搾入牛1頭当たりの年間の生乳出,出荷量を増加するなどの,この生産効率が向上する場合は、この支援対象となっております。機械導入に関しましても、の使用規模の代償にかかわらずに、規模の,この拡大を行わ伴わなくともです、ね、収益性の向上ですとか、 生産コストの削減につながる場合には、支援対象となっているところでもございます。でこの中小規模であっても、あのこのようにです、ね、意欲を持って取り組む家族経営に対しましては、畜産クラスター事業の支援対象となることについて、これからもしっかりと周知をしてまいりたいと存じます上智子君。地元の JA、えー、道東朝日にも行ったんですけれども。 えー、生乳生産を支えているのは中小規模の酪農家だとで意欲、生産意欲を高めて酪農を続けられるように、この乳化の安定や、恒常的で柔軟な支援対策が必要だというふうにおっしゃっておりました、ぜひあのその方向でですね強めていただきたいと、それからもう一つ、餌の状態についてもお聞きします。北海道では今年の6月、7月、低温、長雨の影響で、この牧草の育ちが本当に悪かったということでですね。 でその牧草が餌となるのがこれからなんですよね、今までのところはあったんだけども、で質量ともに非常に不安で、牧草の生育不良で、えー、乳,化あの乳量が下がるということも懸念されているわけなんですけども、これ、自給飼料型の酪農経営に対する支援をあのさらに拡充すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか枝本局長。 お答え申し上げます先生、ご指摘いただきましたとおり、あの北海道ではの6月から7月にかけての長雨、またこれに伴う日照不足、さらにあの台風21号の襲来、まあ、これらによりまして、自給飼料の生産全般について影響が生じております。まあ、具体的には1番層の仮遅れと、2番層の生育不良、またあの飼料用トウモロコシの生育不良や倒伏。 まあこういう被害が出ておりまして、収穫量の減少や品質の低下はまあ避けられないんではないかというふうに考えてございます。まあ、このため、酪農家の皆様からも、生乳生産量の減少に対する懸念の声も聞かれておりますので、災害対策の中で、阻止量確保緊急対策事業によりまして、採例時の品質確保のための発行促進資材ですとか、残念ながらの不足する阻止量の部分については、購入に要する経費、 ここれを成していいるところでございますなお、今般の被害によりまして、あの新たに収穫される31年産の牧草が給与可能となるのは、まあ、31年の秋になります、まあ、それまでの間の粗飼料不足というのも懸念されるところがありまして、まあ、ここについてはあの資料の、の今年カッターの牧草の飼料の分析結果ですとか、今回の支援対策への申請の状況だとか、そういうのを踏まえて、また検討していきたいと、そういうふうに考えてございます上智子君。心配ないように 対策してほしいと思います。それからですね、私もあの日曜 EPA について次にお聞きしたいと思います。えー、日本と欧州連合の経済連携協定日曜 EPA が可決をされましたで。私たちは外交防衛委員会との連合審査を求めていましたが、与党から明確な回答がない状況の中で外交防衛委員会がま可決をされたということでは大変残念に思っております。で、酪農にとってね、これからが大変な時代に入るというふうに思うんですね。 今年は夏の冷夏、地震もありましたけれども、冬にかけては TPP11 が年内発行だとで、来年になると日曜、EPA が発行すると、これ、ダブルパンチになると思うんですね。で、生産基盤の弱体化が言われている中で、やっぱり将来不安、懸念を払拭することが大事だと思うんです。でそこで先日ですね、参議院の外交・防衛委員会で、我が党の井上聡議員が、影響資産についてお聞きしました。欧州委員会が公表した資料によると 協定発行後、加工食品の対日輸出は51%で約1300億円拡大するんだと、特に強みのある乳製品は215%、約948億円増大すると、ところが日本政府はです、ね、最大で203億円生産減少があるというふうに言ってますから、こう差があるわけですね、4倍以上の開きがあるわけです。 それで政府の答弁は欧州委員会の資産というのは GTAP モデルだけども日本は品目ごとの積み上げ方針だと国内対策の効果も入れて試算してるから前提根拠が違うっていう説明をされてるとでこの説明はですね TPP11 の時と同じなんですよね。つまり えー、影響資産がカナダやニュージーランドとかけ離れてるんじゃないかっていうふうに私も指摘しましたけれども、安倍総理は前提や資産の根拠が明らかでないためにコメントしないっていうふうに言ったわけですよ。で、農林水産大臣をお聞きするんですけれども、将来不安を解消するためには、こんなことを繰り返し言ってても全然解消しないと思うんですね。欧州と同様の影響資産をねやっぱりり出すべきじゃありませんか三好総括審議官 あの欧州委員会の経済効果分析につきましては、先生から今、お話ございましたけれども、本年の6月に報告書が公表されまして、GDP の押し上げ効果などを盛り込まれていると承知しておりますあの。その中では、関税の削減等によります経済全体への影響、あるいは貿易額などについて分析は行われていますが、 あの一方、それぞれの品目の用途、あるいは種類ごとの合意内容によります影響の違いといったものが明らかでなかったり、あるいはあの我が国が現に行っております国内対策の効果というものも考慮されていないという点など、農林水産省の試算とは異なる考えのものと承知をしております。 あのもとよりこういった試算につきましては、前提条件や分析方法によりまして、さまざまな当然でございますけれども、結果が出るところでございまして、貿易を行う国や地域がそれぞれの考え方や分析手法により、基づき行うものであるというふうに認識しております。 あの農業者の皆様が不安を持たれず取り組んでいただくということがもちろん重要でございますあの国内対策をしっかり講じていくとともに、えー、農業者の方々にご理解を深めていただけるよう今後とも我が国の資産の考え方や内容も含めて丁寧な説明に心がけてまいりたいと思います上智子君だからねそんなこと繰り返してたら全然不安がなくならないってことですよ反らせてるでしょ結局回答をそういうやり方が違う資産が違うから その違っててもね、問題にしないという話なんだけども、やっぱり日曜 EPA はね、承認決定を急いだために審議が生似合いなんですよね、今からでも遅くはないので、ぜひこの前提、根拠が違うっていうふうに言って、そらさないでですね、酪農家に分かる情報を出していただきたいというふうに思います。でこれはあの今後始まるです、ね、事実上の日米の FTA 交渉でも言えることで、あの日本政府はですね、FTA の定義はないっていうふうに言いながら、 安倍総理は日本が結んできた FTA とは違うと、まあ、勝手なです、ね、解釈をしています。で、一方、アメリカは FTA だと、アメリカは言ってるわけですよね。だって、ずっとアメリカはですね、FTA を日本に求めてきてるわけですから、そういうふうに思うわけですよ。昨年10月の日米経済対応の際に、アメリカが FTA を求め,たい求めていたと。そして、それは外務省も認めていたわけですよ。そうするとですね、日本は FTA じゃないっていくら言っても、 アメリカは f t が実現したと思っていると、そういうごまかしで、ですねこれ、交渉スタートさせていいんですか、大臣、どうですか。吉川大臣あの日米共同声明におきまして、ですねこの農林水産品につきましては、まあ、過去の経済連携協定で約束した内容が最大限との日本の立場が明記されております。えー、日米首脳官でこの点について 文書で確認認ししたたたととといいいうここはは非常に重たいものとあの私はこの認識をいたしております農林水産品につきまして、この TPP が最大限であるとの我が国の立場はもう明確でありまして、農林水産省としては、共同声明を大前提にです、ね、将来にわたってこの我が国の農林水産業の再生産が確保されるように、最大限の,この努力をしていく考えでございます。 上智子君あの曖昧にしたまま交渉はね、やっぱりやるのは本当に良くないと思うし、本当に一番大きな影響を受ける畜産酪農というふうに思います。TPP にしても、日曜 e p にしてもです、ね、通商交渉は政府の一存で決めると、そして国会には審議はあまりなくてです、ね、採決だけ決めると、こんなやり方はね、ぜひやめていただきたいということを強く求めて質問を終わります。